馬ではここまでだ。あとは歩くしかない。馬は生き物なんだぞ。暗い中を走れるか。いや、こんな会話お前以外ではできんなと思って、それがおかしかった。本当に分かりやすいやつ。そう、言いたいが力が入らない。すまない。つく様、持っていけ。この先だ。それほど離れてはいない。敵隊前方の車両にも照準、増援を。後方の車両すでに半数は消火不能。
残りも敵歩兵隊の襲撃を受け、防衛は困難です。なんてこと。姉上、もはや防戦しながらの戦闘は無理です。車両を捨てた後、兵士を再編すべきでしょう。なりません。この食料は邪馬台の人々の生命線です。灰にするわけにはいかない。その前に我らの兵士が倒されます。ご決断を。申し上げます。後方の部隊を攻撃していた敵だ。迂回して前方へと向かう動きがあります。余勢を借り、前方の部隊が危険な状況です。くそ、先に手を。そう、スサノオ。そなたは引き続き車両の防衛を。私は敵弓隊の背後についてそれを叩く。は、しかし姉上。これ以上奴らの好きにはさせぬ。我らに立てついたことを死であがなわせてくれようぞ。出ましたか、姉上の本当の姿。黙れ！いらぬことを申すな！お怒りあるな。あなた様はその資格を持ったお方なのですから。
走りなさい。まっすぐ。申し上げます、女王。どうしました？ジュサノー様、敵の奇襲により重傷です。起きられましたか？
私の部屋です。すっかり眠っておられたので泉の村まで運ばせました。申し訳ありません。あまりに大きなあくびだったので。大丈夫です。幸子とは道中合流しました。つくよみも保護しております。幸子が手当てをして多分眠っているかと。ええ、かなりの傷を負っています。当分立ち上がることも無理でしょう。助けてくれましたから。あなたが私を。つくも様、お暑いとこ邪魔して申し訳ないんですが。久しぶりね、つくも様。君が無事でよかったくらいからかな。いいセリフよね。おかしいなぁ、笑ってるつもりなんだけど。ルカ様とおっしゃいましたか？幸子からの話で、あなたも
未来からここに来られた方とお伺いしました。ようこそ。私たちはあなたを歓迎します。どうぞごゆっくりと。歓迎なんていらないわよ。ここに長くとどまるつもりないから。嫌い？嫌いでしょう、私のこと。いえ、そんな。分かってるわよ。私もあなたのこと嫌いだし、それに死に損なった相手に好かれたって全然嬉しくないしね。ついでだから教えてあげる。あなた本当は死ぬはずだったのよ。あの戦いで流屋に当たってね。でもこのお邪魔虫が余計なことしてくれたおかげで。つくも様はお邪魔虫ではありません。私の命の恩人です。命の恩人。あなたにとっては命の恩人。でも彼はあなたを助けることで歴史を変えてしまったの。本来死ぬべき人を生かせてしまった。わかる？これは犯罪なのよ。そして彼を犯罪者にしたのはあなた。いいえ、彼だけじゃないわ。あなたが生き続けることで歴史は他の誰かを消そうとするでしょう。時空間の矛盾、タイムパラドックスをなくすためにね。そう、あなたのせいで死ななくてもいい人が死ぬことに。